Alright, let's continue on with the main quest where we have to head over to the Gate of Honor on Kark Isle. So, let's begin with this. Okay. I'll try my best to focus on the main quest this time. ライザなら有効活用してくれるよね。 And once again, during cutscenes, I will be deactivating my video capture. And I'll try to be as silent as possible during the main quest.これが例の宮殿ですか。うん。前から特に変わりはなしか。ふむ。キャツラの宮殿ではあるが、この島自体はわらわが最後に見た万象の大典よりはるかに小さいの。軍刀すべてを合わせても神代の民の住まう都市城塞にはほど遠いか。でも、あんな中身のために豪華な宮殿は建てねえだろう。それとも、あの石室に何か隠されてるっていうのか。この島、そういう何かあるかもって感じが全然なくてさ。宮殿以外、全部見たまんまの岩の塊っぽいんだ。ライザの勘なら確かだろうが、ともかく、中を調べてみるか。今度は私も行きます。無理はしないでね。ライザもおかしいと思ったらすぐ行って。分かってますとも。あの声懲りずに来たら今度こそ。よし行くか。ああ。なるほど。あの外観にこの中身とは、察せよと言わんばかりのキャツラらしいやり口よの。私たちはこの本から竜の風跡って手がかりを見つけたんだ。走り書き以外は暗号で書かれてて全然読めなかったけどね。なるほど。私もある程度なら暗号は。これは…アンペルさん、どうかしたの？まさかアンペルさんも声が？いや、違う。そうじゃない。なるほどな。アンペル。ああ、この本の暗号はわかる。読めるだろう。本当？さすがアンペルさん。私なら、私だから読める。あいつの本だからだ。あいつ？かつて王宮で私と共に仕えた錬金術師、一度は友と呼んでいた男だ。それってアンペルさんの腕を。ライザ、どういうこと？アンペルさんの知り合いだったってこと？にしちゃ嬉しくはなさそう。腕って、まさか。エミル、お前の元にもこの島は現れていたのか。どうしたアンペル？過ちを犯した錬金術師とその痕跡の前でお前は立ちすくんでいるだけなのか。
今はとにかく調査だ。ライザ、ざっとでいい。分かったことを教えてくれ。うん。腕っていうのは何のことですか？思い当たる節はあるけど、やめておくよ。このことは触れないであげてほしいな。はい。俺たちもかかるぞ。奇妙なものがあれば教えてくれ。わかった。わかりました。なぜこんなところにいたんだ、貴様は。ダメですね。もう何も見つかりそうにありません。これ以上はその本が頼りか。一度拠点に戻ろう。この本はしっかり調べる必要があるだろう。結局、あの本だけが手がかりか。ライザの体調がおかしくならなくてよかったよ。毎回ぶっ倒れられちゃたまらん。ぶっ倒れてはいないでしょう。軽く読んでみたが、解読には相応の時間がかかる。しばらく待たせることになりそうだ。僕らにできることは？英気を養うだな。しばらくは空剣島で休息することになりそうですね。あのそれならタオさんの故郷空剣島を見て回らせてもらっていいでしょうか？どうぞどうぞ。田舎だけどいいとこだよ。田舎だけど。みんなもアンペルさんを待ちつつ空剣島を見て回ってみてよ。ウィンドルより田舎ということはあるまい。心ゆくまで楽しませてもらうとしよう。私も一度家に顔を出さないとな。いろんな素材が手に入りそうだから、どの島に行くか迷っちゃうな。心配してくれてるかな。一度家に顔を見せに行こう。Well, if that's the case, right, let's head back to Reza's, I asked for Reza's home, you schmuck! どこに行こうかな? ひと休みできるかもな。 Let me drop by that one character quest area first. 湖に浮かぶ島か。わらわの里も。フィルフサ対策にこうするべきかもしれんな。ライザなら。あ、ライザさん、いいところに。アガーテさんから聞いたのですが、話題になっている竜の件で新しい情報が入ったそうです。え、本当に？どんな情報？何でも行商人の方が島の対岸で竜らしきものが飛んでいるのを目撃したとか。やっぱり本当にいたんだ。前に目撃されたっていう竜と同じ個体なのかな。同じだとすると
ずっと居座ってるってことになるけど。一口に対岸というが、どのあたりなんだ。目撃されたのは街道のさらに北の方だそうだ。その付近で何度か目撃例がある。ということはやっぱりどこかに住み着いていると考えた方がいいかもしれないな。街道の北か。広い範囲を探すことになりそうだけど、行ってみるか。Okay, we have more information on the... 街道の北か。メイプルデルタくらいしか思いつかないけど、あの辺りかな。The Dragon Story Quest, I'll come back to it later on. 集めちゃいましょうね。Let me just focus on the main quest first. If the main quest requests us to like wait for maybe like a day or two, then only I will proceed to the side quest. Tia! 見つけた。これも使えるのか。集めておこう。よっ。どんな素材も無駄にならないからね。I was pressing the left stick so legit hard. It went to photo mode on the spot. 何が入ってるかな。I don't think there's something on the other end, so. Ah, 発見。これ本当に使うの？ Ah, 発見。Yeah, this way. これ。And it's already daytime. あの人何してるんだろう。Where?Oh, blue premium wall? Nice. これで平気だと思うんだけど。なんとかなってよかったです。Oh, right. That one... Let me just randomly talk to people because...Because of the...In the party quest, Frederica and Carla, Frederica and Carla is required to talk to someone in the city. Sorry. 息のいいうちに食べてしまいたいな。5. Now I need to find another 5 more people. You know what? Let me just roam this area a little bit longer. And find 5 more people to have a conversation with. Hey! なかなかいい大きさじゃないか。That's the 6th one.歯が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。It is a sewn one? Sit down right over here.There. Carla? Wait. There. Unlocked. 何か話したそうにしているな。 Okay, this lady right over here. 俺たちでやってみるか。
Elixir! Ay, ay, ay. Here's the problem. I don't have that one main item to make the elixir, so I'm skipping this one. Sorry. And as a matter of fact, right, I don't have an idea where to get the main item to make the elixir, though. If I know, I would have done it with, like, way earlier. Unfortunately, I don't. And may I remind... Again, I have to remind you all, I am trying to go in and clear this game as blind as possible. In other words, no. I am trying my best not to look into the internet for information. I want to go in as blind as possible. And as a matter of fact, right, let me check my two chips. I need like one. Okay. Yeah, I have the Ravage Hammer, but this one definitely needs an upgrade. Remove. These are uncommon though. Oh, this is synthesis effect. Wait. Symbol? And there's no reason for me to use this. Buff effect? Okay, understandable. Uncommon. Adventure effect? Okay. Rainbow effect. This is kind of lousy to be real. Buff effect, okay. S. M. Symbol of vitality is HP. But it's M though. Container. Okay, I have space. Compared to last time where I like literally have like what 16 space left, I was like, okay, some items needs to be cleared up. Okay, time to enter Raisa's home. ただいま! Okaeri, Raisa. Genki na yō da ne. あれ、驚いたりしないの？アガーテがさっき来て教えてくれたのさ。なんだ、アガーテ姉さんもマメだな。感謝しなきゃダメだよ。お前の好物を作ってあげる時間をくれたんだから。おお、ありがとう、アガーテ姉さん。さ、手を洗って座りなさい。久しぶりにみんなで食べよう。今度もいっぱいお土産とお土産話を持って帰ってきたよ。ずいぶんと旅慣れてきたね。どこか頼もしく感じるよ。変なものとか食べてないかい？気をつけなきゃダメだよ。錬金術師に何をおっしゃいますやら。私、素材の扱いについては専門家なんですけど。そういえば、うちの娘はそうだったね。私たちの方が言いまかされてしまったな。それでさ、今度行ったところは、楽しくて良いではないか。会いに行ったら捕まってた人に言われたくはないけどね。みんなの様子も見に行こう。さて、どこにいるのかな。Whoa, whoa, whoa, that's a lot of quests. What the hell?
That's a lot of quests, man. Chill! Chill! Oh my goodness. That's a lot of quests. Chill! I mean, I don't mind using the fast travel, but for once, let's just do it the old school way. 毒のある植物は避けて慎重にな。 Let's do it the old school way. What up? There's one right behind me.Hold up. Standing by, standing by. どうしたの、タオ？難しい顔して考え事？いや、ライザ。パティは一緒じゃないの？そう、いつも一緒にはいないよ。今はちょっと一人で考えたいこともあるし。パティ抜きで。それって前に言ってた王立…学園ってやつ？学術院だよ。学園じゃなくて研究者として働く場所。なんとなくしかわかんないけど、本の虫だった少年が出世したもんだね。だからまだ入ってないよ。聞く限りだとすごくいいところみたいなのに、どうしてタオは入るのを迷ってるの？うん、自慢に聞こえるからパティにも口止めしたんだけど、実は合格した学科は一つじゃないんだ。どういうこと？どちらかに入れればくらいの気持ちで、考古学と建築、二つの学科に論文を出したら。まさかどっちにも通っちゃったの？それでどっちに入るかで悩んでたわけ？そういうこと。学術院だとその2つは別分野で、入るならどちらかの学科に決めなきゃいけないんだ。しかも王立学術院は名門だから規則も厳しくて、一度推薦を蹴った者に二度目の機会は与えられない。つまり時間制限付きで進む道を決めるよう学術院に迫られてるわけね。まあ簡単に言えばそうかな。一つの分野に縛られたくないなら無理して入ることはないって私は思うけど。ライザらしい考え方だけど、パティの気持ちを思うとそれもなかなかね。パティの気持ち？今言ったことは秘密にしておいて。絶対にだよ。うん。Okay. Next. Let's just go down from here. Okay, there's nothing over here. So the next location we head over to Steeple Reservoir.Hopefully I pronounced the name correctly. Okay, next stop, let's head right over here. And at the same time, let me just gather some materials. I don't have access to that one item left, and yet there is this... 空間島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。そうだ、近々仕事の話をしてもいいか？ええ、もちろん。いい商談になるといいね。It's the same dialogue, by the way. ウニ？ I kind of wish there was an option where we can turn off the random dialogue. あ、発見。What up?
It's around here, right? Or am I missing some place? Excuse me? What the hell?義務から解放されて広い世界を歩き回るのは最高じゃな。それ里の人たちが聞いたら絶対怒りますよ。もちろん。ティアー、だからこそここで言っておるのじゃ。 I'll just hit down for now. Screw it. 王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。Apparently there's a character quest around here. あれ、ライザじゃないか。ああ、タオ、どうしたのこんなとこで。ライザこそ。僕は別にここには用事はないよ。ただ単に家に向かう途中ってだけだから。まあ私も別に何かあるってわけじゃないけどね。そういえばライザもここで先生やってたんだっけ。うん、確かに前に少しやってたよ。今は中断しちゃってるけどね。もっと先にやらなきゃならないことができたしさ。それよりタオだよ、ますます勉強できるようになったんだね。王都の学園に行ってるだけでもすごいのに論文まで書いてさ、しかも2つもでしょ。私も鼻が高いわ。もう茶化さないでよ。論文は他の人だって書いてるんだよ。でもさ、1つでいいんでしょ。2つ出したのはなんで。どっちか一方に絞るのが難しかったっていうのもあるけど、どっちか引っかかってくれればいいかなって。二つとも通ると思ってなかったから今悩んでるんだけどね。それはなんとも贅沢な悩みだね。Okay, now let me have a look at the map again. So one is over here, visitors, and then one ambitious plans.This is definitely Claudius. But what is this one though? Federicus? Did we travel here? Ho ho. Kanki に襲い来る乾きの悪魔とな。なるほど。この地では季節に絡めて脅威を解いておるわけか。話せることはもうないぞ。そう申すな若い衆。人あれば風にも雲にも言葉は乗るというではないか。他にもまだまだ。カラーさん、いい加減にしてください。この方もお疲れではありませんか。さあ、今のうちに。すまん、失敬する。こんなところで何やってるのみんな。ライザさん、いいところに。どうかカラさんを止めてください。さっきから道行く人を片っ端から呼び止めて知ってることを洗いざらい話させようとするんです。オーレン族の大長老が今さら人に聞くようなことがあるんですか。わらわの時は麗しきオーリムと共にあったものじゃ。知らぬものは知らぬし、興味があれば尋ねもしよう。そうしたいのならせめて常識を身につけてください。お医者さんに商人さん、漁師さんに学び屋の先生までずっとこの調子で話を聞いて回っているんです。うむ、実に興味深い。ポールはすぐに立ってしまったからの。
せめてここでは聞いて回らねば。まったく、何がせめてですか。迷惑かけて。そういえばディアンは？あの子もずーっとアーです。むせ返る緑の風もない、虫焼きの湿気もない、竜の飾りもない、戦士もいない、変なものばかり。これがライザネーの村、フォーレの里じゃない場所か。二人して空間島を満喫してくれてるわけね。嬉しいような、恥ずかしいような。というかこの二人ばっかりずるいです。私だってタオさんの故郷を見て回りたいのに。そう焦らずとも、何度でも来てじっくり見て回ればいいんじゃない。みんなフェデリーカみたいに旅に慣れてないんだよ。手荒な真似をするでなし、話を聞く程度良いではないか。まあそりゃそうですけど、加減ってものが、違うものが交わるってこういう感じなのかな。At this point、この辺りはフォーレより海が身近な場所だな。島ばっかりだからね。今度泳ぎに行ってみる。 At this point, Carla's gonna be at the bottom tier of my wish character and my favorite in my Atelier Ryza character list. Right, let's go have a visit with Claudia.このお茶の葉は少し前にオートで買ったんだ。みんなライザのことを懐かしがってたよ。へえ、手紙でも出すか、いっそ出かけてみるか。オートにいない知り合いにもいつか会いたいね。オートのアトリエは事務所扱いで借り上げてるから、召喚に行ってくれればいつでも開けてもらえるよ。おお、さすがクラウディア。クラウディア、何か相談事とかある？え、どうして？親友を侮ってはいけませんな。なんとなく雰囲気で感じ取れるよ。手紙とか船とかクラウディアにはお世話になりっぱなしだもん。たまには私にもお返しさせてよ。そんなこと、頼られるのも役に立てるのも嬉しいし、そのために頑張ってるところもあるから。でも実際にライザたちのためにいろいろやって気がついたり考えたりすることもあって。それが相談？うん、理由がそういう自分の気持ちだとしても意義や価値を見出したのなら進むべきかなって。私もお父さんも長い間病気のお母さんのために効果のありそうな薬を探してるんだけど、ライザは村の人に届ける薬とかどうして聞く確信があるの？え？そりゃ錬金術師の勘？でも確信があって、それはほぼ完全に正しいよね。改めて言われると、そうなるね。その力、錬金術師の物の構造を把握できる力にいつか頼らせてほしいの。お母さんのために、そしてもちろんライザのために。何やらすごい計画がありそうだけど。クラウディア、そんな大げさに頼まなくてもいいよ。クラウディアはいつも私に活力をくれる。錬金術師の道を進んでいいって感じさせてくれる。そんなとっても大切な親友なんだから、頼ることに遠慮なんか全然いらないんだよ。
そうなのかな。うん、でもありがとう。いつかちゃんと相談させてね、ライザ。Okay. Let me explore this area first. What the hell? Okay. I believe that's another memoir. Anything over here? Okay, no books for me to discover. Dead end.そういえば、溜め込んだ書籍を整理しなくちゃいけないんだった。確か、実家に送ってるんだったか。そうでもしないと、足の踏み場がなくなるんですって。I have to make two more neutralizers. I have to get deep into the meteor castle. I have to make one more bomb.Patricia and Federica have to meet the party. Wood. Len and Leela have to defeat Hedgehogs. Magical? Defeat a scorpion. Oh, okay. Alright. Let's keep going. Okay, there's nothing right over here. What is this?Brunnen's troubles. Buddy, I tried to head over here, but there's literally nothing. Like, absolutely nothing. Like, what the heck? Okay, let's just head back to the. Wait. Oh, this is the only way back. Fine.空間島に来ると、ただいまって言いたくなっちゃうんだ。えい。Hold on. Okay. I'm just making some minor adjustments. So.どうしたのランバー、何か急ぎのよう。ああライザ、ボスさん見なかったか。そう、知らないけど、あいつ何かしたの。したじゃなくされてるかな。ここんとこモリッツさんの引き止めがかなり本気になってんだ。村の大事な要人に連れ出したり、別の縁談を進めたり、ボスさんをあちこち引っ張り回してんだよ。はあ、それに耐えかねたボスが逃げ出して、あんたがそれを探し回ってるってわけね。そんなとこ、今度の会合新しい船便の折衝だし、ボスさんも同席した方がいいと思うんだよな。あらら、あんたまでいっぱしの秘書みたいになってきてんのね。からかうなよ。とにかく、坊さんを見かけたら早めに家に戻るよう伝えてくれ。頼んだぜ。だ、そうだけど。ランバーには悪いが、少し休憩だ。それにしても父さんから逃げ回るなんて、まるで昔のお前たちだな。なすべきことから逃げる申し訳なさと、分かってもらえない苛立ちとが混じり合って複雑な気分だ。言葉にして説明されるとすごく恥ずかしいんだけど。そういえばボス、なんだ。モリッツさんの気持ちはともかく、今のあれこれが片付いた後、学園を卒業したら島に戻るの。結論はまだ出ていない。推薦ではなく正規の試験を受けて学術院に入る道もあるしな。
タオに聞いたけど、クリント王国のこと以外もいろいろ勉強してるんだっけ。個人的な思惑もあるにはあって、それを果たすため勉学に励んでるつもりだったんだが、今はそんなものを吹き飛ばすほど大きな事件に直面していて、改めて考え直す余裕もない。それにカラさんの言うように、風跡を介して2つの世界がつながっているのが当然なら。当然なら？いや、これは俺の問題だ。気にしないでくれ。どうしちゃったんだろう。でもまあ、いきなり世界が2倍って言われても困っちゃうよね。Well, I gotta say, Boss is definitely a different person compared to back when in Atelier Riser 1. Then in Atelier Riser 2, he's slowly getting the character development. And in 3, you can see the character development that he had in this game. Tao に負けないよう学ばねばと。余計なことを言わんでいい。それは専門範囲が狭いだけで。とはいえ、ちょっと嬉しいね。No, but the advice for family. Okay. What I really like about this game, should I say the series in general, right?You can clearly see the character development in most of the characters, particularly in Ryza, Boss, Tao. Lan had a character digression in Atelier Ryza 2, to be honest. And now Lan is a way much more better character in over here in 3. Yep.But then again, there was a valid reason as to why in Atelier Ryser 2 he had kind of a character digression. But I will not go into detail as to why he's like that. As for Patricia, as for the... すげー田舎ばっか旅してたせいかな。空剣島はまだマシに見えるぜ。As for Patricia?I believe she's a more dependent person from compared to back when she back in Atelier Ryza 2, when I thought she's gonna be the she's giving off the Ojo-sama vibe, but in reality she's being constrained by her father because of her status as a royalty. But after she proves herself that she can handle things on her own.The better character right now. 科学軍統の影響で大変だって村の連中も困ってたな。早く解決してあげたいところですね。どれだけ急いでもわからないことはある。焦らず確実に行こう。Still, the obvious characters that had character development in this entire Atelier Ryza series, Ryza, Len, and Tao. あれ、ザマエルさん。え？ライザか。どうしちゃったの？気の抜けた声出しちゃって。あ、珍しくお酒臭くもないね。酒がまずくなるもん受け取っちまったからよ。お前でもいい。これを読んでくれ。これってレントのお母さんの手紙？読んでいいの？読まれて困ることは書かれちゃいねえ。いいから読んで、どう思うか聞かせてくれ。はあ、それじゃあ失礼して。すごく簡単な近況報告しか書いてないけど、本当にこれだけ？それだけだ。意味がわかんねえ。
何年も経ってなんでこんなもん俺に届ける。もしかしてたまたまレントのやつに出くわして無理やり書かされただけなんじゃねえのか。でもザムエルさんはそうじゃないかもって思ってるからお酒を忘れるほど悩んでるんだよね。カールやミュウと同じこと言いやがる。まあ娘だからそうなっちまうのか。前から一度聞いてみたかったんだけど、なんでザムエルさんうちのお父さんたちに弱いの？聞くのかよ当人に。なんてことねえ話だ。どっちも乱暴者の俺とつるんでた幼馴染で、旅先からよそ者の嫁を連れ帰った俺を祝ってくれた数少ない村の人間ってだけの仲さ。そのなんてことないはすごく大事って意味だよね。昔の私たちみたいだったんだ。一緒にするな。あいつらも手紙見せたらちゃんと向き合えとか抜かしやがってよ。ふん、向き合えね。なるほど、さすがはお父さんとお母さん、的確なアドバイス。何？娘の方は錬金術師としてもう一つ付け加えさせてもらおうかな。村の薬屋に行くといいよ。どういうこと？あくまでアドバイスなので、あとはお好きにどうぞ。はい、手紙。それじゃあまたね。おや、こんなところで奇遇ですな、レント君。何話してたんだよ。人と人を結びつけるのって難しいようで簡単。いや、その逆かな。なんとなくそういう話。そろそろアンペルさんの様子を見に行こうかな。よし、アトリエに行ってみよう。 Then without further ado, back to the atelier. Oh, the cock aisle one. Oh crap. Okay.Let me drop by to the other atelier first. That's not fine. Oh, by the way, I'm pretty sure I'm not allowed to plant seeds over here, right? And the answer is no. Crap.薬を探しているって話したでしょ。私も紹介の仕事でいろいろな品物を見る機会はあって、それなりに心眼の見極めはできるようになってきたんだけど、ライザが作るようなものはまだまださっぱり。特に薬みたいなのは見た目の差もないから難しくて、だから品質が違う薬を作ってほしいんだ。数は3つくらいかな。なるほどね。要するに目利きの訓練よってことね。そういうことなら、同じ品で品質が高いもの、普通くらいのもの、低いものと分けて作ってみるよ。本当？ありがとう、ライザ。クラウディアのためだもん。
任せといて。Make 3 different variations of medicine. One high quality, one medium quality, and one low quality. That's very interesting. 空間島を冒険したんですよね。懐かしいな。もう何年も前か。私もいつか見て回ってみたいです。Right, let me synthesize first. どれにしようかな。Moments later.こんな感じかな。よし、行け。できた。何作ろうかな。Please tell me the unlock it. Okay, unlocked. Clear storage technique unlocked. Complete a random quest 5 times. How about let me take a break? Wait. Hermit ointment? What? Hermit ointment. Have I learned it? Hermit ointment. Let me look for that stuff. And the worst part is there's...H. Buddy, there's no hermit ointment. どれにしようかな? Hermit ointment.You know what, let me just sleep before heading back to the car atelier. とりあえず一休みだね。どれくらい休んでいこうかな。Hermit ointment, where am I supposed to get that? 今回は諦めるか。Yep. みんな、疲れは取れた?アンペルさん、解読の方はどうかな?ああ、全貌が分かってきたところだ。こんなわけのわからない文章をよく読めるな。それで、どんな感じだったんですか?記されていたのは…晩鐘の体験に関する研究結果と、そこにたどり着くための方法。それを書いた者は本当の晩鐘の大典にたどり着いたというのか。いや、成し遂げられずに果てたようだ。だがここに記された情報は我々の助けになる。何か役に立ちそうなことが。ここには擬似的な門の発生装置の製法が記されていた。擬似的な門の発生装置。ああ、世界の壁を越えることこそできなかったが、同じ世界の中でなら長距離の転移が可能だったようだ。信じられない。その人はよほど優秀な。気を使うな。実際あいつは優秀だった。それこそ晩鐘の大典に招かれるほどにな。それでも失敗。ともかくエミルは門を使って晩鐘の大典にたどり着こうとしたようだ。お前たちはこの大地に大きな魔力の流れが存在することを知っているか。そうだ、確か王都の遺跡で聞いたことがあったはずだよ。
魔力の流れですか？説明しておこう。簡単に言えば、この世界には目に見えない川が流れているんだ。そこには大きな魔力が流れている。この世界に住む全ての生命の活力と言い換えてもいい。エミルはこれを流脈と名付けた。流脈。竜の風跡の転移はこの流脈の流れに乗ることで成立している。風跡の仕組みをもとにした晩鐘の体験もまた同じだ。すげえ。しかしそこまで解き明かしてなおエミルとやらは晩鐘の体験にはたどり着けなかった。そういうことだ。それならその装置を私が受け継いで完成させるのはどうかな。アンペルさんはあんまりいい気はしないかもしれないけど。言っただろう、気を使うなと。これは謎を解き明かすために必要なことだ。お前が言い出さなければ私が提案した。アンペルさん、門の発生装置についてまとめておいた。ライザ、頼めるか？もちろん。仮にも疑似的なもんだ。調合は慎重にな。うん、分かってるよ。私も改めてあの本を調べ直しておこう。晩鐘の体験に関係のある島か。興味深い場所だ。 So, without further ado, let's synthesize Emil's tablet. 何作ろうかな。Win? Double. Only one?Lightning is a 2. どこに入れよう。何入れようかな。 Ice 3. Then lightning.Fine, a 4 it is then. Only one as well? Oh, crap. Okay, let's do this. Yoshi, ike! Kansei! Emu's tablet?Synthesized. これがエミルが生み出した装置のはずなんだけど。ライザネ、これどうやって使うんだ？わかんない。やっぱり未完成なのかも。作ったはいいけどこの石板から何も感じないんだよね。何か足りないのか？その可能性が高いな。アンペル、あれからも本を読んでおったろ。何か分かったことはないか？あるにはある。分かったのは晩鐘の体験の機能についてだ。晩鐘の体験は出現した土地の流脈に怒りを下ろしてこの場所に留まっているということのようだ。怒りを下ろすか。船は怒りを下ろさなければ海を漂ってしまうだろう。晩鐘の体験ではそれと同じことが
世界単位で起こる。放置すれば思いもよらない世界に飛んでいってしまうかもしれないということか。そうだ。ゆえに万象の大天の周辺には龍脈に下ろした怒りがある。エミルもそこまでは解き明かしていたようだな。怒り？そんなもの見た覚えはねえけどな。あいつが言うにはあちこちにある石碑がその機能を有しているという。石碑か。確かあの大きな扉の前に一つあったような。一度見に行ってみるか。なるほど、見た目もそのまま怒りってわけじゃねえんだな。ああ、例え話ということだ。石碑を調べれば実際の機能もわかるかもしれんな。Hold on, let me see. I'm pretty sure I found all of the landmarks over here, right? Wait, I just realized. Settling a fail quest. I will do this one later on. I'm pretty sure I found all of the landmark over here, right?行けますか。664 Yeah, I found all the landmarks over here at Gugan Island. No fall damage to me. Why? 出番よ。Riding a creature. なかなかお目にかかれないぞ。 Yeah, I'm riding a creature right now, so I'm cool. Random quest? 希少な素材は集めておくのが錬金術師の鉄則だ。イルカと触れ合えるかも。貴重な機会だよ。 Well, it's 100 skill points, so... あ、イルカ！珍しいね。 Oops. とりあえず、集めておくか。Wait, did I miss the... またよろしく。Whoa! Yup! The red police are running away right now! What happened?The red ponies are running away from me. Right now, the red ponies are running away from me. Okay. さあ集めちゃいましょうね。Let me get closer to them. Yeah, they're running away. They're running away from me. それ。これも使えるのか。Oh shit, they're running away from me. Huh. Fast
そこ、魔物が集まってる。油断は禁物ですよ、皆さん。リラさん、私も戦います。でおしまいじゃない。フェデリコ、お願いパティ。もう一度なら鍵を作れるよ。任せていい。任せて、パトリシアさん。They are asking for a fight and yet they get easily destroyed. Okay. Okay. みんなに力を与えて。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。私が行くよ。どうだ。そりゃ焼いてた。よし、行きます。一匹やっつけた。OK、 いいぞ。ライズ、大盤振る舞いよ。デッドダウン。Oh, green police. Okay. Liza-san, can you please do it? Yes, now. 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 Yes, now.次の攻撃につなげます。そこよ、行きます。まだ行ける。攻撃の速度を上げます。いかがでしょうか。終わりです。剣、炎、こっちの倒しました。ワンモー。やったな、パトリツィア。お願い、私に力を。Let's use this one。鍵の力をまといし剣、見せてあげるわ。Damage is still double digit though, unfortunately. GG's. It was a pretty long fight, but...Yeah, the red punis are running away from me. Hold on, where do I hit? There's treasures right around here. Let's see if I can find a way to hit. Is there a way to hit above?Even the knights are running away from me! Even the knights are running away! そういえばタオ、アンペルが言っていたぞ。タオに負けないよう学ばねば、と。余計なことを言わんでいい。それは専門範囲が狭いだけで。とはいえ、ちょっと嬉しいね。いいものを見つけたな。何が入ってるかな。もらえるものはもらっておけ。キー。Normally, okay, so the enemies over here are running away from me, so I don't have to worry about it.Engaging these enemies. Nice. Unlock. ワクワクするよね。
何が手に入ったんだ。 Oh, just a freaking black shell pearl. So who's the enemy right over here? それ。てやー。あ、wrong. 注意してください。Wrong item.There's a method to dispel enemy debuff. Because I clearly see a buff on the enemy. The blue color icon on the above the HP.100 plus 25.Uncommon though, symbol effect, item enhancement, symbol of vitality S, concentration N. Yeah, this unfortunately. わかりました、ライザさん。まだ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  KO. That was a little long. That was a little long. Whoa, whoa! It appeared again? What the hell?It appeared again so fast. Ah, it appeared again so freaking fast. Fine. Round 2. リラさん、私も戦います。フェデリカ、私の戦力だよ。あ、ヒスプレス。わかりました、ライザさん。当てるよ、届いて。
落ちろよ。ハニー任せて。アトリティアさん、ジャズキラー、いける、捕らえた。はい、そこね。いかがでしたか。中層狙ってキル、まだいける。スナイズ君、お願いします。私が行くよ。パティ力を打つ。ただの扇と思わないでくださいね。ケニー、みんなに力を与えて。せーの、これで止めていける。止めていける。連続攻撃、いくよ。はっ、よし、二発目だ。もう一度。やったね、ナイザー。まだまだまだ。はっ、これで決めますよ。まだいける。ナイザーさん、お願いしてもよろしいですか。私の全力で。やだ、今なら鍵が作れるかも。ありがとう、ライザー。これでどう。ただの扇と思わないでくださいね。始めるよ。今ならできるかも。So it's symbol effect and buff effect.Okay. Ooh, symbol of onslaught L. Okay, I'm keeping that for, that's for sure. オーバン振る舞いよ。Yikes. 私の力使ってください。どれにしようかな。これに決めた。さあ、行くわよ。 Do I really auto heal?Okay, the auto heal is there, but it's a little bit slow. Okay, done. まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。なんだ、歯ごたえないな。Now then, back to the main objective. And I definitely need the Rusted Sword. Run along, you peasants! これがその石碑なのかな。ライザーどう？流脈、大きな力の流れ。
リラさんやカラさんはどうだ？いや、何も感じられんな。オーレン族の鋭敏な感覚でも龍脈の流れは捉えられんのじゃ。力の流れを捉える。開く仕組みが違うというより動力が必要だったの。その動力を周囲に埋まってる光の種から無理やり集めたんだよ。そうだ、あの時はライザー、これを使えばいいんだ。鍵は？怒りをたどって龍脈の力を集めて鍵の形にしたんだよ。これを使えば。何が起きた？龍脈の力を鍵の形へ変え、石板に吸収させた。そう受け取って良いのか？そうだと思う。少しだけど石板に力が満ちたような感じがするけど、まだ足りないのかな。光が収まっちゃった。鍵はもう生み出せないのか？ダメみたい。怒りってやつがあちこちにあるなら、別の場所でなら鍵が作れるんじゃないか？おお、それだ。ありがとうディア。おお、任せろ。みんな怒り探しを手伝ってくれないかな。同じ要領でやっていけばこの石板きっと完成させられるよ。光明が見えたかもしれないな。サルドニカは100周年ですが、空間島はもっと長いのですか？島ができた時から数えたらもう何百年と経ってるはずだね。歴史はそこが見えませんね。 And the next thing that needs to be done is we have to go to three locations: Rock Island, Coral Island, and Forest Island. 石はかさばるし、重たいんだよな。そういうのは俺に任せてくれ。So one's over here. And where's the last one? Hold on. Farm 2. Oh, the one more is over here. So fine, let's go with Forest Island first.一気に行くぞ。 Yeah. This is the maximum that I can zoom in. これがイルカ。なかなか愛らしい見た目をしておるな。毒のある植物は避けて慎重にな。
Are you gonna run or are you gonna fight? Wrong item, but whatever.Okay, the mini boss. The mini enemies, mini boss enemies still pack a punch. Symbol and buff effect again. Okay.All three are buff effects, what the heck? Never mind. Okay, found the stone tablet. So are they gonna run?Oh yeah, they're running. They're running. Hotta, Seki da. Liza. Makasete. よし、これでまた一つ。また声が。例の万象の大典の呼び声か。うん、やっぱり軍刀に戻ってくるとたまにこうなるみたい。大丈夫なんでしょうか。やっぱりこれまでの話を聞くと少し不安です。大昔から錬金術師の前に現れては内側に誘い込んで多くの人を狂わせてきた万象の大典。それを知った時はこの連鎖を終わらせるって思ったけど、万象の大典にたどり着くには世界を超えなくちゃいけない。世界を超えるにはこの石板の力が必要。それは分かってるんだけど。自ら門を開くことには抵抗があるか。うん。万象の大典を乱した神代の民は高い技術力を持ちながらも過ちを犯した。ならばその過ちは技術力のせいか。それはわらわが思うに真に問われるべきは力を扱う者の心持ちじゃ。己の利を追い求めて力を正しく扱えない者は罰せられて叱るべきじゃろうな。そうか、神代の民もクリント王国の錬金術師もそこを履き違えていたんだ。ライザ、お主はどうじゃ。誰かを苦しめるために門を開くのか。私はそんなことするつもりはないよ。ならばよいのじゃ。門を開こうが何をしようが忘れてはならぬのは良き錬金術師であり続けること。良き者は尊重し悪しき者は罰する。
ゆえに清く正しくあれ。お主がそれを忘れぬ限り力を貸すことを約束しよう。そっか、そうだね。私も間違えないようにするよ。一緒に旅をしてくれるみんなが信じてくれるように。良き錬金術師か。まずは一つじゃな。 OK、 まだ足りないみたい。次の石碑を探しに行きましょう。Next. Okay, is it over here? Okay, I'll just keep going straight for now. Yes, run along.Any way for me to... なかなかいい大きさじゃないか。ちゃあ！生きのいいうちに食べてしまいたいな。Found that one treasure chest. Gotcha. Wakuwaku するよね。幸運に恵まれたな。夕闇には魔が出番よ。用心は欠かすなよ。 So I believe it's this way. Yeah, got it.I'll just take my sweet time. Is it around here? I'll just follow the blue icon. Just keep going straight for now. And yes, it's already sunset.水獣は気性はおとなしいけど、誇り高い性格を持ってるみたい。Oops. Random quest. この辺り、いいものが手に入りそうな予感がします。Okay. Pop one. The last one is... There you go. Found it.I need another 200 more.
Got it. Because... where is that one? Yeah, this quest. I have to synthesize a Magna Meter with quality above 75.敵の剣、みな構えよ。この感じ、封鎖区画でも同じことがあったな。周囲に大きな力が発生するからじゃろうな。魔物は我々よりも鋭敏なのじゃ。まずは安全を確保しよう。よっしゃ、俺たちの出番だな。油断は禁物ですよ。Activate combat mode。いきなり当てるよ。もう一度。これで当てるよ。今なら鍵が作れるかも。わかりました。最初の全力だよ。任せて。語り手ください。今がいける。見せて。私の全力だよ。好きだらけの必殺よ。一気に畳に吹きましょう。もう一度。One down, two go。あ。思わないでくださいね。私の力使ってください。当てるよ。せいもう一度。これで今なら好きだらけの手を置いて切るわ。炎受け見せてあげる。当てるよ。これでジャンに切る。勢いを利用すれば。捉えた。いけない。そこマジでやばい。どうしよう。ライザさん、お願いします。わかりました、ライザさん。ライザ、まだ作れるかも。はい、まだいける。いけー。死なされないから。まっ、立つよ。オーノイロン、あいつやばい。お願いします。気をつけろ。今なら。ひとまず倒したか。力に釣られて他にも魔物が現れるやもしれん。周囲の警戒を怠るでないぞ。ライザが力を集めている間、俺たちで見ておこう。みんなが見てくれてるうちに済ませちゃおう。いいか、ライザ。どうしたの、リラさん。個人的な話ですまないが、聞きたいことがあってな。アンペルのことだ。アンペルさん。私たちは少しずつ万象の大天に近づいている。だがアンペルはずっと迷い悩んでいる。そんなあいつに何と声をかければよいのか分からなくなってしまってな。フォーレを出る時点であいつはもうギリギリだった。そこに旧友との過去まで襲ってきて、もう耐えられる限界を超えてしまっている。私は心の傷が癒えるまで見守るつもりだった。崩れそうな心を弟子たちの前だからという見栄でかろうじて支えているだけのあいつを。あいつは辛さの中にあるが、触れられたくないとも思っている。
だから私は何もできなかった。なんだ、ちゃんと気持ちは分かってるんじゃない。それでも声をかけられないところが不器用というか可愛らしいというか。やはり錬金術師同士で通じ合うものがあるのか。だとしたら私には。もう違う違う、相手がどう思うと優しくしたかったら優しくする。怖がらず自分の気持ちをぶつければいいんだよ。怖がらず自分の。拒まれたって気持ちは伝わるよ。だって本当にそう思ってるんだから。なんて偉そうに言ったけど、たまにはいいよね。弟子が師匠に教えちゃいけないって決まりはないし。そうか、分かった気がする。ありがとうライサ、白髪の戦士として恐れず挑んでみせよう。理解が勇ましすぎる気もするけど、まあいっか、ここは大人同士の話し合いに任せましょう。石板に力が集まってきてる。もう少しといったところでしょうか。引き続き調査だな。Hey, two down, one to go. Nephilim. 歯が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。 By the way, there's one thing I might need for the future. Item...What's the name of the item again? Hold on, let me look for it. It is yellowish. Something like a yellow rock. No, not the goldenite.Garden armor. Get it? Golem. Okay. So it's drawn from an enemy.突然現れたっていうのに、どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。
I already have the airdrop, so I'm cool. Is this the way in? I believe this is the way in. Yeah, yeah. 夜は思わぬ危険と遭遇する場合もある。普段とは違う魔物も出てくるかもな。Oh, it's already night time. Mitsuketa. Okay, these enemies are running. Run along now.これ本当に使うの？もうカゴがいっぱい。I just realized that my basket is already full.I don't like the idea of discarding in this method, but I have no freaking choice.Keep to the left.Okay, run along now. Liza, 石碑を見つけたぞ。本当だ。さすがリラさん、目がいいね。オーレン族は皆同じようなものだ。ライザ、頼むぞ。うん、やってみるね。うん、成功したみたい。その石板、うまく機能しているようだな。アンペルさん。うん、アンペルさんが解読してくれたおかげだよ。そうか、それは何より。そういう割に、あんまり嬉しくなさそうだよ。そうか。いや、そうかもしれんな。やはり心のどこかで、あいつに思うところがあるんだ。あいつ、エミルって言ったっけ？エミルは、錬金術師として、私よりはるかに優秀だったよ。だからこそ、奴の功績に乗っかるのは気に入らないんだ。醜い嫉妬だよ。確かに、エミルはすごい人かもしれない。実際この石板も私一人じゃ作れなかった。それでも私が本当に尊敬するのはアンペルさんだけだよ。どんなにすごい錬金術師でも他人を傷つけるような人のことは信用しないから。
ライザ。弟子に励まされているようでは師匠失格だな。そんなことないって。私にも励まさせてよ。励まさせるってなんだ。石板から力を感じる。よし、一度アトリエに戻って石板の力を試してみよう。Hold on, before heading back to the atelier, there's a treasure chest that requires my attention. Over here?何が入ってるかな。お楽しみの時間だ。あ、oh, there's one more. よっ。この辺いいものがありそう。ちょっと見ていかない。え、もうカゴがいっぱい。カゴがいっぱい。おアイテムス。お疲れ様です。みんな、見て。準備が整ったのか。多分ね。今から試してみようと思う。改めてだが、くれぐれも慎重にな。うん、分かった。石板に溜めた力をもう一度鍵に。したのか。そのはず。うまくいってればこの門はクレリアとネメドのアトリエにつながってる。え、本当か、ライザネ。これがあればどんな場所にも行けるんですか。どんな場所にでもってのはさすがに無理。その龍脈の強さが一定以上ある場所限定かな。クレリアも龍脈の影響が強い場所なんですか。クレリアは魔石が特産品なんだろう。魔石は龍脈から吹き出す力を浴びて生成されるものだ。ネメドは龍の風跡があるくらいだし、当然龍脈の近くか上にあるわけだな。おお、よく理解しておるの。褒めて使わすぞ。子供扱いするな。ウィンドルに行くこともできるのか。これだけだと世界は越えられないね。最終的にそれを目指してはいたんだろうけど。ま、直接は行けなくても風跡のあるネメドまで出られれば十分近道だな。パティ、王都近くから一度戻った方が。いえ、皆さんとの旅が終わるまでは同行します。お父様にもそのように伝えてありますので、ご心配なく。ねえライザ、当面の目的地はあるの。とりあえずはクレリアとネメド両方かな。サルドニカでは改めて昔の錬金術師さんについて、フォーレでは龍脈と風跡の構造を調べたいんだ。
この石板と鍵からさらに一歩先の世界を超える技術を得るためだな。一度ウィンドルの様子を見に戻ってもいいだろう。そっちは無理して戻ることもなかろう。後回しにして良いと思うぞ。戻りたくないんですね。でもその前に私も家族に挨拶していっていいかな。もちろんです。ああ、思う存分話してきてくれ。ありがとう二人とも。紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。みんなに時間をもらったし、一度家に戻ろう。Well, okay. So, character quest. どちらへ向かいますか？Well, now let's head to Maple Delta first. お前らしいな。わらわの世界にも昔は似たような気があってな。よくみんなで慌てなければ大丈夫だよ。クラウディアさん、前衛は任せてください。リラさん、お願いします。任せて。任せろライザ。 Why did I switch to リラ？お願いします。トライバル、すがきません。リラさん、お願いします。見合い、まだ行けない。来たよ、リラさん。トライバル、守りが解けたのだ。集中攻撃で行くぞ。今は格が低いから、任せてください。ただの扇と思わないでくださいね。剣、みんなに力を与えて。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。つくま、止めます。すぐ見える。決めます。剣、炎はこちらを倒しました。当てるよ。今使うべきものは良い動きじゃないか。ドリツヤ、発動します。この敵隙だらけです。一気に畳みかけましょう。叩いて。やるじゃねえかパーティ。鍵の力をまといし剣、見せてあげるわ。あの、てるよ。今なら鍵を作れるんじゃないですか。叩いて。一気に叩くよ。冗談でもちろんよパーティ。てるよ。Damage is still double digit though, unfortunately. Oh, here comes the big one.一緒に戦おう。まだいける。一緒に戦おう。フェデリカ、続けます。貸しました。That was fast. 生きている。That was fast. 私が証拠だ。さあ、次に行くぞ。That was fast. ライザなら有効活用してくれるよね。様々な用途に使えます。集めておきましょう。What am I doing? どんな素材も無駄にならないからね。竜の目撃場所はこの辺りだと思うんだけど。生き物じゃからな、ずっと同じ場所にいる保証などないがの。けど目撃されたのは一度だけじゃない。待て、
静かに。あれは、何してるのかな。見たか。うん、確かに竜だった。なんだか食べ物を探してるような、そんな雰囲気だったね。ふむ、ここはあの竜の餌場じゃったか。ならば目撃例が何度もあるのもうなずける。で、レントどうだった。あいつは間違いない、俺が打ち漏らしたやつだ。やっと見つけたぜ。どうするつもりだ。当然すぐに倒すさ。被害が出てからじゃ遅いからな。あっちは南東か。飛んで行った先にねぐらでもあるのかもな。油断は禁物ですよ、皆さん。エティベリカンベンも我々で決意する。オバタリッチは作りました。皆さん一緒に戦います。覚悟しなさい。待て、見えた。今度の前よ、ハリエジの戦力だよ。届いて、私たち引き下がる。まだいける。He obviously of these guys to ambush me while I'm open back my camp. いっけー。ライザさん、頼りよ。見せてあげる、鍵の力を。はい、まだいける。はい、私の戦力だよ。まだいける。あ、見えた。待て、まだいける。マジでない。くぅ、どうしよう。まだいける。はい、分かりました。ライザさん、はあ、まだいける。ライザ、私に任せて。よし、今届いて。私の戦力だよ。力を打つ。今なら攻撃が変わるかも。使ってください。クラウディア、今のは良かった。冷たいのがいいかって言ってみよう。最後の一発、いかがですか。ライザキック、いきなり。まだまだ、もう一度。今なら浮かせよ。終わって、いきます。連続攻撃、どういくよ。あたしたちの勝ちだね。よし、get it job done。あの方向で竜のねぐらになりそうな場所って言ったら、流星の古城かな。とりあえず集めておくか。せーの。ほら、Oh, it's over here. ここでよろしいんですか？へえ、前はここに竜がいたのか。俺も戦いたいな。油断は禁物ですよ、皆さん。フェデリーカ、一緒に行くよ。まだ行ける。よろしくお願いします。送りました、サーレイザさん。そこよ、覚悟しなさい。届いて。炎、こちらよ。ハニー、炎を向かせて。カトリティアさん、ラギを貫く。中枢を狙って、キュン。はい、ミラ、ヨネクス。皆さん、頼みます。鍵を作る。試してみるか。ただ
ただの扇と思わないでくださいね。やった、私のこちらの敵は倒せました。ワンモー。やったな、フェデリーカ。はっ、はい、まだまだだぞ。もう一度決めろ。やらせる。はっ、決めるぞ。見えた、またの相手は動きが見える。はい、こうする。続けも見えた。刻みつける。無一致なら守りが今なら大丈夫。集中砲が出てくるぞ。相変わらずやるな、ヴィラ。生きてらせよ。死んではいらないよ。もう一度待てられないで。なさい。 NEXT。 リラさんと一緒なら怖いものなしよ。行きます。もう一度久しぶりに行くぞ。そうやって見える。最後の一発。よし、一匹やっつけたで。ライザさん、お見事です。いっけー。ライザ、助かった。始めるよ。鍵の力を使えば。フルイド、I'll use this one。 見せてあげる、鍵の力を。今なら鍵が作れるかも。Here comes the big one. Guess the big one's not so big after all. Minasan の力になれるよ。精進を続けます。問題ない。All right, black ones, what do you want?よろしくお願いします。ライザさん、行けー。おでっこでいいか。行けましたよ、ライザさん。ヤイクス。まだ行ける。もちろんよ、パーティー。任せて。行きましょう。行ける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 。私の専用だよ。中層目で切る。そこ決めますよ。行ける気だらけだ。一気に畳みかけましょう。やったな、パトリシア。ライザさん、お願いします。はい、もう一度。次の攻撃につなげます。私の力使ってください。この高い。はい、もう一度。いっけー。見える。今なら行けそう。やったな、ライザー。はい、見えた。連続攻撃です。Job done. Oh, okay. トリャー！慌てなければ大丈夫だよ。クラウディアさん、前衛は任せてください。お願いします。援護は分かりました。大丈夫ですか？終わりです。もう一度。トライさん、パティ、バトリカーが消えなさいよ。そこを貫く。これで終わって。ついて、切る。もっと早く攻撃を向けて。隙だらけです。一気に畳みかけましょう。今なら。パティが一緒だと安心しよう。パトリッチは風の力を最大限に。次の攻撃につなげます。ケン、みんなに力を与えて。Oh, there are three of them. I just noticed. I just noticed. そろそろ鍵を作れそうだが。いけるよ。試してみる。まだいける。やり払う。やられる。くらい。攻めするまで気を抜くなよ。はっ。はい。タレントが尊敬するわけだ。少しずつ一気に決める。力を貸せ。CC boost. Let's not use this. Let's use this instead. すごい力だな。発散させてやろう。Okay.Still double DG though. Kill it! Slam it! Here it comes! Don't let it go. Sorry, Mirabel. Please. Kill it! Yeah, double DG. That's really. Soon, soon. Let it go, Mirabel. Kill it! Slam it! Kill it! Kill it! Kill it!集中攻撃でいくぞ。相変わらずやるな、ヒラコ。ならば刻みつける。これで矢の位置ですよ。待てられる。
寝ていろ。ライス、守りが解けたようだ。はい、集中攻撃で行くぞ。私に任せて。リラさん、レントが進行するわけだ。次の攻撃につなげます。リラで probably needs a weapon upgrade。こちらの敵は倒しました。ヘデリーカ、その調子でお願いね。それ、せーの、はい、これでおしまい。これならめちゃくちゃ大変。私の戦略だよ。隙あり、まだまだまだ。よし、まだいけそう。まだいける。やったな、ハイダ。わかりました。ライカさん、Beast, you get the job done. Yep. 勝ちましたね、皆さん。Oof. うまくやれた気がします。さあさあ、集めちゃいましょうね。これも使えるのか。そこ。Okay. Get ready to activate combat mode. 見ろ、あそこ。もしやと思ったが。やっぱりここに嫌がったか。4年前を思い出すね。お前ら、前もこんな調子だったのかよ。無鉄砲すぎだろ。へへ、まあな。だが今は当時の俺たちとは強さが違うぜ。そうだね。僕もへっぴり腰だったあの頃とは違うよ。それに今回はボース君もいるしね。僕らに気づいたみたいだ。みんな気をつけて。今度は逃がさねえ。行くぜ。はい、アクティベーティングコンバットモード。And I'm gonna do things a little bit differently. Since this is a boss fight, I have to debuff him. Yep. I don't really have to worry about Frederica and Claudia's HP because they're equipped with the stuff that can help them recover HP in some ways.This is my last pristine key, so might as well just use it. Whoa! Buff synthesis! I am so keeping this.お願いしてもよろしいですか。
ただの扇と思わないでくださいね。どれにしようかな。いっけどれにしようかな。Bolt conversion. Let me try use the fire bit key for once. Half HP.次の攻撃につなげます。ケン、みんなに力を与えて。ライザさん、寝るよ。お願いしてもよろしいですか。いっけー。よし、今ならいけそう。レグ、やったね、ライザ。ただの扇と思わないでくださいね。皆さん、全力でやっちゃってください。はい、この位置は。もう一発。ここなら通る。I'm gonna risk it. I'm gonna risk it. Please tell me that's the end. That's not the end! What the hell?I am disappointed that the feeder drive didn't get the job done. I is disappointed. やっと倒すことができたぜ。俺一人だったらまた逃げられていたかもしれないが、みんながいてくれたおかげでなんとかなったぜ。それでもレント君が倒したことには変わりないよ。これでずっと突っかえてた問題が解決したぜ。本当の意味で依頼達成だ。長かった。よかったね、レント。ああ、もう新たな被害が発生するかもっていう心配をしなくてもよくなったんだ。これでようやくまた前だけ向いて進んでいける。みんな、ありがとな。レントの気持ちにも整理がついたみたい。一件落着だね。敵です。注意してください。我々で蹴散らそう。パトリツィア、これでおしまい。お願いだし、はい、一緒に戦います。決めろ。これでいける。
ただの扇と思わないでくださいね。剣、みんなに力を与えて。今なら鍵を作れるんじゃないですか。無敵、隙だらけです。一気に畳みかけましょう。私が行くよ。パティパティ、決めろよ。おしまい、焼いてこい。行きます。その際の追加さ、いかに来てるお化けよ。捕らえた、隙あり。まだまだまだ、捕らえて。まだまだ、飛べ。もう一度開けられる。やれないんだから。行きますね。どう、いかがでしたか。やるよ、これで決める。それ突撃だ。それそれそれ。お次はこれでいけ。I really wish I ended fighting with the photon quasar. 力を一つに。フォトンクエーサー、これでおしまい。Okay, good. 私たちの勝ちだね。If that didn't get the job done, I'll be absolutely livid. 次はドイツが相手をしてくれるんじゃ。そりゃあ。ライザなら有効活用してくれるよね。いいもの手に入るかな。Wait, there's still another character quest. Hold on. Or is it the Claudia one? Hold on, let me look around. Let me look around.Yeah, I think it's the Claudia one. Yep, it's the Claudia one. What the? Why am I zooming again?ここにしよう。たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。うん、どうした。なんかこの辺違和感が。まさか貼り付けられたページが存在していたとはな。うまく剥がせてよかったよ。よく気づいたな、ライザ。ほとんど他と変わらない状態に見えたが。いや、偶然だよ。たまたま触ったところが妙な感じになってたから気づいただけで。それでまた新しいページが出てきたわけだが、何が書かれている。わかんない。他のところと同じようにアンペルが解読しないとダメか。アンペルさんはこのページ知ってるのかな。こうしてくっつけられていたのだから、おそらく知らないと思うが。だよね。でもこんな風に文字が書いてあったんだから、新たな発見につながるかも。どうだろうな。何が書かれているかは分からんが、ライザが求めているようなことではない気がする。このページのこともライザではなく
私がアンペルに伝えておこう。そう？まあリラさんがそう言うなら。あ、リラさん何を感じ取ったんだろう。Okay, let's check the quest list first. Well done. Tree medicines. Hermit ointment. Head to the dry fountain. Head to the cavern of insanity. Dry fountain. Cavern of insanity is the underworld. Dry fountain? Where the heck is that?いずこへ向かうのじゃ。Oh, there's character quest right over here as well.Oh boy, there's a new world quest. And not to mention there's a character quest over here as well, so I'll just take a nap. いつまで休もうかな? Preferably I want every character quest to happen in the morning.Or to precise to happen at daytime. You see this coming. Ampel-san, what are you doing? Raizaka, I'm not doing anything.ふと昔のことを思い出したりしていただけだ。昔の？リラから話を聞いたぞ。あの日記にまさか隠されたページがあったとはな。巧妙な作りだったのか気づかなかった。よく見つけたな。私も偶然なんだけどね。あの隠されたページに書かれていたのはエミルの個人的な日記のようなものだった。そのエミルっていうのはどういう人なの？アンペルさんはエミルに何をされたの？前にも少し話したことがあったと思ったが、私が行っていた調合の材料に爆薬を混ぜられたんだ。私はそれを知らず調合を続け、薬品は爆発、片腕が使い物にならなくなり、あとは知っての通りだ。エミルはどうしてそんなことを？一番の理由は私が王宮の不愉快な指示を無視し続け不況を買ったことだな。不愉快な指示？例えば異界がますます荒廃していくような注文、他にも軍事に転用するための物質の研究とかな。それは私だってそんなのやりたくないよ。当時私と共に錬金術を研究していた者たちは従っていたんだ。なのでただ一人反旗を翻した私に対し、王宮から研究員に指示が飛んだんだ。私を排除するようにとな。エミルは直接の実行犯だが、実質研究員にいた全員が私の敵だったと言える。日記には自身の行動を正当化するような文言と、あとわずかばかりの悔恨が綴られていた。エミルはどういう気持ちであのページを書いたのかな。まあ想像でしかないが、本当はエミル自身も王宮の指示に素直に従いたくはなかったんだろう。
しかし私ほど自由には生きていなかったやつは王宮の意向には逆らえずやらねばならなかった。ある意味かわいそうな人なのかも。それでも許せることじゃないけど。昔話はここで終わりだ。これ以上は本当に面白くない話にしかならん。それにナイザに腕を直してもらった今となってはもはや過ぎた話だ。おかげさまで日々の生活には困っていないんでな。アンペルさん、錬金術をどう使うかはその人次第。私は間違った使い方はしない。オッケー、どこに行こうかな。Where's the main quest? 行き方は湖に浮かぶ島か。わらわの里もフィルフサ対策にこうするべきかもしれんの。そろそろ研究に目処がついて、また旅に出ることになりそうなんだ。そうかい、忙しくしてるんだね。まるで空剣島が休憩場所のようだな。まあ今度の旅はあちこち行ったり来たりしてすごく短かったりするかもしれないんだけどさ。不在の時が長くなっていくね。村のみんなは薬が足りない、頼み事ができないって寂しがってるよ。もし私が島で錬金術のお店でも開いたら、お父さんとお母さんは安心するの？それは多分それが前に聞かれた今後の生き方の答えだよね。半分くらいは正解かな。よく気がついたね。最近みんなのそういう場面に出くわすことが多くてさ、私も少し考えなくもないけど、今すごく大事なことをしてる最中だから、私自身のことを決めるのはもう少し先かな。それまではお気楽な娘でうちにいさせてよ。お気楽さで皆さんに迷惑かけるんじゃないよ。皆さんといえば、今日は畑でカラさんという方に会ったよ。なかなか面白い人だね。え、変なことしなかった？うん、じっくり話せた。よし、アトリエに戻ろう。へえ。Go to Cock Isle Atelier. Hermit ointment. How does one make hermit ointment though? Magna meter. Yeah.Was there's no hermit ointment right over here. What the heck? What will we build? We.Oh, 500 points, nice.
I mean, I can focus on weapon recipe tree right now. No. どこに行こうかな。一休みできるかもな。森の中は苦手です。どこも同じに見えて分からなくなってしまいそうで。Let's see if there's any more character quests once if I enter over here. Oh, no more.Hermit ointment. 何作ろうかな。Loft. Mythic nectar.Hermit ointment. Never mind, let me focus on the Magna Mater first. まだまだすごくなるかも。入れる場所は。どこに入れよう。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。まだまだすごくなるかも。入れる場所は考えすぎかな。レベルアップ。入れる場所は何入れようかな。ビン。材料は考えすぎかな。材料はまだまだすごくなるかも。イレチック。入れる場所は材料はこんな感じかな。よし、行け。うん、完成。OK、マグナメイトダン。本のおかげで私たちはかなり楽をさせてもらってるね。あいつに感謝するのは少々尺だがな。
おい、リラ、今のは違う。私は落ち込んでも苦しんでもいないぞ。私がそう感じたから、私が勝手に励ますだけだ。ライザ、お前リラに何を吹き込んだ？このところ私が何かするたびにこんな感じだぞ。吹き込んだとは人聞きの悪い。白髪の戦士に怖がるなとは言ったけどね。お前、それはこいつにとって火にフラム。悲しみを外に漏らしたお前が悪い。そういう時はこの私が励ましてやる。誰がそんなみっともない。おい、ライザ。よし、それじゃあこの装置の力を試してみるとしますか。まったく、どいつもこいつも。クレリアとネメド、どっちに先に行くかはライザ姉が決めてくれ。ディアンとも話し合いました。私たちはどちらが先でも構いません。そっか、わかった。そうしたら、紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。Alright, I think this will be a very good some stopping point. So the idea for the next episode of my playthrough of Adelaide Riser is, let me open the quest. So let me just open this. So I believe there's a world quest that. Wasn't there a world quest around here? No. ね、どこに行くのさ。So on the next part of my playthrough of Adelaide Riser 3, I will be doing the world quest at Kurkian Island over here first, and then only I will head over to どこ行くんだ。 before heading over back to the Claria region first and wrap everything up, and then over to Nemet region. So that's the idea for now.